あと一人、これ、怖いかな、落ち担当。あ、アーニャちゃん、あ、いや、これちょっとやばいですよ、しゅん先生。なんでなんでなんで、落ち担当とか、ハードル高すぎです。もう、そんな、もうやばいですよ、これ。担当か。え、あんま気にしない。落ちってことは一旦忘れて、一旦忘れてさ。あ、はい。アーニャちゃん。はい、え、ん、日本語、はい、日本語で大丈夫ですか？あ、おっけのつもりでいるんですけど、どうすごいすごい。あ、逆にあのシオン先輩が落ち担当としてあの英語を話すみたいな、そういう、あ、そういう、え、ちょっとそういうのはその方がいいですか？いや、しゃべれないので、あの英語、ハーバード卒業してるんですけど、一応。あー。ちょっと英語ちょっと、あのやってないから。はいはいはい、あー、そうですよね。そうなんだよね。そうなんだよ。理解が早くて助かっちゃうな。そっかー。助かっちゃうな。How was your day? ん？Are you doing good today? Congratulations on 1 million subscribers. You're really amazing. I love you, Shion Senpai. I love you, Anya. I love you, Anya. これで、あの、これで、あの、だいたい停滞できます、ちなみに。I love you だけで、あの、だいたい停滞できる。あ、教えてくれた。ありがとう。そういう。え、すごいな。めちゃめちゃ日本語ペラペラじゃん。今、感動してる。いや、全然もう。いや、もうペラペラよ。日本語。いや、No. Yes. No. Yes.じゃあさ、ちょっとアーニャちゃんにさ、はい、聞きたいことがあるんだけどさ。うわ、来た。あ、うわっていうな。うわっていうな。あ、なんですか？え、聞きたいことがあるんだけどさ。はい。パンツの色。逆に考えてほしいです、私の気持ち。なんか、こう、せっかく、なんか、勇気出して始めましたの先輩の落とすましに来たというのに、なんか、最終的にパンツの色を聞かれるのを逆に考えてほしいです、私の気持ち。いや、でもさ、パンツの色聞いたら、はい。世界が救われると思うんだよね。あ、なるほど。うん。あ、ちなみに、紫って言ったら、どう反応します？え、好きなのかなって。あ、運命ってことですよね、これ。そう、これでも運命ってこと。ごめんね、アーニャちゃん。いやいや、ジオンは白いパンツを履いてるんだ、はい、うわー、そうきたかー。ごめんね。